いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよその顔。おのれ！汚い真似を！光秀様を頼む。おい、本当に行くのか？我らを口封じのため抹殺する、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。
信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まる一かけら。口を敷き闇に潜みし邪悪の目。あとはお主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの。行くわよ、一緒に。